飲み込む井戸。私の祖父は、10歳の頃に、実家にあった開かずの間の蔵を開けてしまったことがあるそうです。祖父の実家は奈良県で、代々拝み屋をしていたそう。祖父も幼少の頃から、後を継ぐために修行をさせられていたそうです。その蔵の中には、家宝の古い井戸があり、 普段は鍵をかけて封印していますが、その日は前日に祖父の父親が家宝を使い、鍵をかけ忘れていたために開いていたそうです。祖父は、蔵の中にある家宝の井戸は危険なものだから絶対に中に入ってはいけない、というように普段から言い聞かされていましたが、好奇心には勝てず、 蔵の中に入ってしまったそうです。中には聞かされていた通り古い井戸があり、その井戸を囲むように三つの鳥居が立っていて、それぞれの鳥居の下には剣が一本ずつ祀ってあるそうです。祖父は井戸の中がどうなっているのかを確かめたくて蔵の中に入りました。というのも、 その家宝の井戸は、自分たちでは払えないものや危険なもの、手に負えないものを吸い込んでくれる井戸だと家族から聞いていたからだそうです。祖父は、自分は修行しているから大丈夫、そう自分に言い聞かせながら鳥居の内側に入った瞬間、ゴーという激しい音とともに、 井戸に引っ張られたそうです。体ではなく、中身が引っ張られる。このように祖父は言っていました。祖父は慌てて院を結び、乗りとを上げて逃れようとしましたが、まだ修行中だった祖父は、その場に留まるので精一杯。動けなくなってしまったそうです。そうして長い時間耐え、体力も限界になり、 もうダメだと思ったその時、祖父の父親がそこに駆けつけ、のりとをあげると、祖父は鳥居の外に弾き出され、そのまま気を失ったそうです。その時の祖父は、霊的な力がほとんどなくなってしまい、後を継ぐことができなくなり、25歳の時に両親と喧嘩別れをしてしまったそうです。そして拝見屋の家業は、 弟が継いだそう。祖父の話では、家宝の井戸は先祖が作ったもので、その井戸を持っているからこそ、代々拝み屋をできたということらしい。家宝の井戸はもともと、力を手当たり次第吸い込むもので、何も知らずに近づくと、人間の命も吸い込んでしまうそう。祖父が行っていたという修行も、 ほとんどが井戸を使いこなすためのものだったそうです。祖父はいろいろあったけど、あの井戸から離れることができて本当によかった。このように語っていました。現在、祖父の実家とは全く付き合いがありませんし、祖父もこの話をするときは必ず酒が入っていたので、どこまでが真実かはわかりません。 深夜の学校僕には未だに忘れることができない不思議な体験談があります今から7年前の秋の出来事仕事を家に持ち帰った僕はその夜自室で書類の山と格闘しておりましたようやく半分くらい片付けたところで時計を見れば夜中の1時を過ぎていました 僕は気分転換のために、ぶらりと夜の街に散策に出かけることを思いつき、寝静まった家族を起こさないように、ガレージから自転車を引きずり出しました。深夜の国道70号線を、ひたすら南へと下り、途中、駅に差し掛かったところで、東に曲がり、聖徳太子ゆかりのお寺があることで有名な、 奈良県の大使町の方面へ自転車を進めました。大きな橋を渡ると、辺りは漆黒の闇に包まれています。ぶどう畑が広がる田舎道をひた走り、心地よい風を全身で受けていると、仕事の疲れが一気に消えていくようでした。やがて木造家屋が密集する小さな集落へと入り込みました。 この辺りで心細くなり、そろそろ帰ろうかと思って、元来た道を引き返そうとしました。ところが、どこで道を間違えたのか、細く曲がりくねる道を行ったり来たりするばかりです。ようやく集落内から抜けると、突然、目の前に大きな建物が現れました。それはどうやら、 小学校のようです。静まり返った通学路に沿って、道路工事を知らせる赤いランプが不気味に点滅しておりました。そのおぼろげな光が人気のない校舎を淡く浮かび上がらせています。僕はそのまま学校の前を通り過ぎようとしました。ところが入り口の前であることに気づいて、 自転車を止めます。なんと、真夜中にもかかわらず、学校の門が開いているんです。重そうな鉄の扉は、誘い込むかのように、全開になっていました。気がつくと、門をくぐり抜け、そのまま学校の敷地の中に入っていました。入り口のすぐ左には、3階建ての鉄筋校舎がそびえ立ち、 校舎へと続く道に冷たい影を落としていますその影の中に青色のジャングルジムがポツンと佇んでいましたジャングルジムの横に自転車を止めると目の前に広がる真っ暗な校庭を見渡しました校舎の向こうには山々が見えその上には満天の星空があります それをぼんやりと眺めているうちに、無断で学校に侵入している自分にようやく気づいて、急いで学校を出ようと自転車の向きを変えました。その時です。突然鋭い視線を感じ、その方向へと顔を向けました。すると、真横にあるジャングルジムに鈴なりになってしがみつく、 五六人の子供たちの姿がありました。彼らは、マネキンのように身動き一つすることなく、じっとこちらを睨みつけています。瞬時に、ごめんなさい、ごめんなさいと、心の中で叫んでいました。見てはいけないものを見てしまったという、言いようのない恐怖がこみ上げてきたからです。そしてすぐに視線を外し、 脇目も振らずに、正門を出ました。少し離れたところで自転車を止め、あれは一体何だったのかと考えます。幾分か冷静さを取り戻し、もう一度学校の前まで来ました。しかしそこには、子供の姿はありません。時計を見ると、午前2時過ぎ。我に帰った僕は、 急いで家に戻りました。翌日この話を友人にすると、笑われるかと思いきや、いや、いくらなんでも夜中の2時に子供は遊んでないって、大体いい学校の門を開けたままにするなんて考えられない。きっと見たものは幽霊だったに違いない。このように断言されてしまいました。 怖がりの僕としては、単に近所の子供たちが夜中に遊んでいただけだと、そう考えたかったんですが、逆にそれを否定される結果になってしまいました。友人の言葉で最もだと思ったのは、学校が門を開けたままにするはずがないという点です。治安にさほど心配はないとはいえ、真夜中に学校を開放するという話は、 耳にしたことがありません。それだけにあの夜、誰が何の目的で正門を開けていたのか、未だに理解ができません。そしてもう一点、着然としないところがあります。それは、こちらを向いていた子供たちの表情が、どうしても思い出せないところです。服装については、 かなり鮮明に覚えているものの、彼らがどんな表情を僕に向けていたかということが、一切思い出せないのです。睨みつけられていた、この事実は覚えているのに、その相手の顔が思い出せないというのも、おかしな話だと思います。そして数日後、友人を誘って、再びその学校に訪れました。 日曜の昼下がり、学校の正門は固く閉じており、ひっそりと静まり返っていました。その際に新たな発見をします。正門のそばに、石造りの立派な慰霊碑が建っていたんです。そのすぐ近くには、例のジャングルジムがありました。その慰霊碑が建てられた理由と、 あの夜の出来事のつながりは定かではありませんがなぜかその慰霊碑に向かって手を合わさずにはいられませんでしたあれからずっと昔 実際に体験した話。卒業研究で実験の出た街の徹夜中。同じ研究班の A が話しかけてきた。なあ、なんで近鉄ってストライキがないか知ってるか ?A によると、奈良と大阪を結ぶトンネルの建設中に大事故があり、会社は倒産の危機だったが、従業員と会社が、 一致団結をして乗り切ったため、今でもストライキがないとのことだった。だから、今電車で通ってるのは新しいトンネルで、その事故があったトンネルとは違うんだよ。A 曰く、その古いトンネルはもう使われておらず、誰でも行けるらしい。暇だから行っちゃおうかと、軽い乗りで、その場にいた4人で行くことになった。 直接前までは車で行けないとのことで、近くの公園に車を置いて、歩いてトンネルまで向かった。ちなみに4人は、自分も含め、霊感ゼロのくせに、階段話が好きなビビリ。夜の山って雰囲気あるなとか、ちょっとビクビクしながらトンネルに着いたんだけど、残念ながら、トンネルの入り口には柵があり、 中に入れない状態だった。頑張れば入れなくはなかったけど、入り口に新しい花束が置いてあったし、四人ともビビリだから、そこまでする度胸はなかった。それでまた、山の中を抜けて車まで戻ったんだけど、みんなすっかりテンションが下がっており、無言で歩いた。真っ暗な中で静まり返っており、 聞こえてくるのは自分たちの足音だけ。途中で気づいたんだけど、その音が一つだけ遠いんだよ。ちょっと離れてるの。誰かいるのかなって振り返ったけど、誰もいない。でも、はっきり聞こえてくるし、だんだん距離が縮まっているのがわかる。その音がすぐ後ろまで来た途端。 思わず仲間を置いて駆け出そうとしたら、みんな同時に走り出していた。車まで全速力で走った。もうみんな必死。無事車に戻って聞いてみたら、やっぱりみんなあの音に気づいていたとのこと。大学に戻ると、映がニヤニヤしていて、何かあったかと聞いてきた。 聞くところによると、A の高校の同級生でトンネルに行って、今でも入院している奴がいるらしい。もっと早く言えよ。霊感ゼロの鈍感集団だったから、これぐらいで済んだのかもしれない。そして、この出来事から15年、ようやく念願のマイホームを手に入れ、毎朝通勤のために新しいトンネルを通っている。 電車のトンネル通過中って、外が暗くて中が明るいから、窓に車内が映るんだよね。それで何気なく窓を見ていたら、自分の後ろにいる人と目が合うんだよ。毎朝、同じ顔と。振り向いても誰もいないし、窓越しじゃないと見えない。そこでふと思ったんだけど、 ついてて。きちゃっったのかなってあの肝試しの時からずっとずーっと吉野川キャンプ場小学5年生の夏奈良県の吉野の方が。 母方の実家で、帰省を兼ねて家族で遊びに行った。普通だったら実家に連泊するんだが、その夏はキャンプ道具一式を持ってきていたので、吉野川流域のテントを張れるところで、キャンプをして遊ぼうという計画だった。そして計画通り、朝から出発し、キャンプ場に着いた。吉野川は、 川の流れも速く、普通は危なくて泳げない。ところが、そのキャンプ場のところだけは、せき止められたようになっており、ちょうど小学校の公道の半分くらいの面積のところが、池のように流れもほとんどなく、人工のプールのようになっていた。そこには、中学生の団体らしき先客がいて、水深は2メートルくらいになっていた。 ちなみに俺は当時、2キロぐらいは泳げた。早速テントを立てて、水着に着替え、泳ぎ始める。しばらく泳いでいたんだが、青い空を見た途端、ふっと意識が遠ざかって、俺は動けなくなり、沈んだ。そこに親父が飛び込んできて、助けてくれ。俺は何とか事なきを得た。 その日の夜のテントの中で、親父が、お前どうしたんだ心臓も悪くないのに。という風に聞いてきた。いや、わからない。あんなん初めてだよ。なんか、急に気分がおかしくなった。それからは、泳ぐのをやめ、別のところでまたテントを張った後、母の実家に戻った。 おかえり、疲れたという風に、おばがねぎらってくれたが、奈良の新聞を読んでいたおじが、へえ、川で子供が溺れて亡くなったんだって、と言った。記事を読むと、ちょうどキャンプで川遊びをしていた団体の子供が、水泳中に溺れて、誰も気づくことができず、翌朝発見されたらしい。 そこは、俺が溺れたのと全く同じ場所で、日時も同じだった。そういえば、お前もあそこで溺れたよな。何かに足引っ張られたんじゃないか親父は俺に冗談めかして言った。するとおじは、あそこの川、三つの流れが入ってきてるやろ。温度差で人間の体がショックを受けることもあるらしいで。 というように、ひとしきり話をした後、別の話題へと変わっていった。偶然ということもあるかもしれない。おじが言うように、環境的なことかもしれない。でも、あの時見た青い空には、今思い出しても、不気味さと不思議さが混じったような、ノスタルジーを感じる。当時の俺は気づかなかったが、 その時亡くなった彼は、本当は俺の真下に沈んでいて、足を引っ張って助けを求めたのかもしれない。またそうでなく全くの偶然でも、溺れた子も同じ青い空を見ていたんだろうか。もしそうだったら、それがその子にとってこの世で最後に見た光景だったと考えると、少し、 切なくなる生駒山の参拝生駒山に初詣のような感じで寄った1月の半ばくらいかな当時付き合っていた彼女と2人でドライブをしているうちに ちょっと見かけたから寄ってみたってわけ。ちなみに霊感みたいなものは二人ともなくて、俺がちょっと変な目に遭いやすいってくらい。奈良県側から登ってすぐに何かの神社に着いた。結構有名だと思うけど、その神社の名前は忘れてしまった。日本で唯一、寒気店だかガネーシャを祀っているとかで、 そんな感じの呼び込みだった。俺も彼女も神社巡りとか結構好きで、面白いねって感じで登ってみたわけ。山道だよ。石段が続いてさ、両脇に奉納された地蔵がずっと、何百何千って連なってる。でも、不思議と不気味な感じはしなくて、清々しい感じで。 石段を登っていても全然疲れてこなくて不思議だなぁと思っていた本殿までは結構あってかなり立派な神社だったでも一番奥の一番でかい社殿には管理店がいなかったような気がするせっかくだから管理店のいる社殿も回っていこうって話になっていろんな小道をぐいぐい進んでさ そして、小さめの社殿に着いたんだよね。その社殿には普通にお参りしたんだけど、なんか裏側に道が続いてんの。裏側は結構岩山なのね。崩れそうな石段でさ、フェンスが張ってあって、登れないようになっている。で、俺はその石段の続く先を見上げてみたんだ。そしたら、 石の鳥居が見えた。奥には祠のようなものがある。その祠に注目した瞬間、突然目の前に、なんていうか、バンバンバンって、白い和紙に太い墨で、カタカナの信号みたいなのが浮かぶんだ。どんどん殴り書きされていく。不動明王の信号とかって、よく祀ってあるところに行くと、 書いてあるじゃん。あんな感じのものが、すごい勢いで、縦横無尽に書き込まれていくの。でも目は、その祠を見ているわけ。だけどその一方で、埋まっていく白い和紙を認識しているんだ。光景がダブルというか、すごく妙な感じ。何が何だかわからなくて、視線をすぐそばにあった。 看板にしたそこには「この上の祠は以前は宗教者が修行の場としていましたがとても危険なため現在は通行止めです」というふうに書かれていた俺はぼんやりと「ああ今見えたものはその集権者の人たちが唱えていた信言だったのかなそう思った」 彼女に話したら、きっと変な顔をされると思って、何も言わないでおいた。そうして、管理店の祀られている社殿に着いた。扉は閉まっており、ご本尊である仏像はよく見えなかった。そこで両手を打って合わせ、目を閉じた瞬間に、ブワッと、俺の後ろに、数えきれないくらい大勢の人が並んでいる映像と、 俺の周りに緑色をしたよくわからない生き物がいくつかいるのが見えてなんだこれはと思ってとても驚いたなんか色々いたんだけどはっきり覚えているのはエメラルドグリーンで直径20センチのマリモみたいなやつがいたこと焦って振り向いてみたけど参拝客がまばらにいるだけでそんなものはどこにもいなかった それでも帰りに石段を降りるときはなんだか体が軽くってとても爽快な気分だった。いい初詣をしたなくらいに思ってその日は帰ったんだ。でもその年の春から今年の夏くらいまでものすごいひどい年になってマジで死ぬ寸前まで行った。今では 打って変わって幸せに暮らしているけど、今になって思うと、この、生駒山での参拝は、良かったのか悪かったのか、よくわからない。俺は、管理店の参拝の時に見えた、俺の周りにいた生き物たちを、あそこに置いてきてしまったような気がする。それらは何であれ、俺を守ってくれていたような気がするんだ。 だから、詳しいことがわかるような人、この体験が何だったのか、意見を聞いてみたい。地味な話だけど、何か知っている人がいたら、教えてほしい。チャンネル登録と、皆様のまたのご来店。 心よりお待ちしております。